古風なメヌエットは、モーリス・ラベルの最初の出版作品である、ピアノ独創曲。1895年の作品。当時作曲者はまだ20歳であった。1898年4月18日、パリのサルエラールにて、ラベルの友人であり、この曲の検定相手でもあるリカルド・ビニエスによって、初演された。ラベル独特の印象派的色彩や、 精緻な新古点的要素はまだ影を潜めていて、作曲者自身が中作的な性格を認めている。しかし旋律に単二度を激しくぶつけるなど、後のラベルを思わせる斬新な処方も垣間見える。ええー、単調の主部がええー、蝶々のトリを挟み込んだ典型的な三部形式で構成されている。ええー、単調の主部は旋律に自然単音階を用いていること。 その一方で、火星法に火星的単音階が使われていないことから、先方性が際立っている。メヌエットが元来18世紀の古典部局であることからすると、中世、ルネサンス音楽の音組織である、教会先方を用いて作曲されるということは、本来ならばありえない。古風な、古雪なという限定形容詞はこのありえない組み合わせを指しており、古臭いメヌエットや、 その模索という意味ではない。このようなネーミングセンスは、作者一流の東海やイロニーの初期の例として興味、深い。発想記号もイタリア語で、マエストーソとせずにフランス語で知るし、中間部も、ドゥと同様にしている点に、自国語の発想記号を用いた先人の影響が、感じられる。ピアノ曲、ソナチネの第二楽章もメヌエットであるが、モーツァルト風の不均衡な学説構造、 印象派音楽の典型的化程、境界戦方のいずれにおいても古風なメヌエットの発想や反省点を踏まえつつ、作曲技術においてさらに宣伝の度合いを深めたものと見ることができる。1930年1月11日にパリにてラベル自身の指揮によるラムルー管弦楽団によって初演された。編曲年度は諸説あって確定していないが、 現在では初演の前年の1929年に行われたという説が最も有力である。作曲家が未熟だと厳しい評価を語りながらも、作曲から30年以上経ってからの還元落家には、自身の実質的なデビュー作にずっと愛着を持ち続けていたことを伺わせる。オーケストラはやや大きめの2巻編成。 曲自体には大きな手を加えていないが、中間部のトリオでは、繰り返しの範囲や指示を変えている。なお、この編曲は、ラベルの最後の還元楽単独作品でもある。この曲以降に書かれたのは、二つのピアノ競奏曲と、オーケストラ伴奏歌曲集である、ドゥルシネア姫に心を寄せるドンキホーテのみである。ありがとうございます。